ですけど、ちょっと待って、先に説明。僕ね、午前の株価こちら。一株23メルでしたが、午後はまだ見てません。まだ見てない。っていうことで、あのね、ちょっと見てほしいんですけど、このお家ね。みんなが怖い怖い。フリーのホラーゲーだ、フリーのホラーゲーのバッドエンド、イブと散々言ってね、このお部屋を模様替えしたいなって今日は思ってます。ね。模様替え。というのも、あのね、ここにちょっとたくさんあると思うんですけど、ここにハムスターのカゴがいっぱいあって、このハムスターをいっぱい飾りつつ、このね、キャットタワーとかもあるの。キャットタワーとかも置いてっていう感じで、ちょっとお部屋可愛くしたいなってね、思ってるんですよ。あ、なので、即終了って書いたけど、あ、大丈夫だろう。だって、23から下がるとか、なくない?さすがにないよ。そんな数字見たことないよ。まつり先輩だってさ、27でしょ?さすがにないよ!マジで!ちょっとね、じゃあ行きますか。これラスボスダンジョンみたいになってんだけど。たぬき商店。行くぞ。終わりたくない。ちょっとマジでこれね、あのね、フラグじゃなくて、これさ、マジで終わりたくないの。模様替えしたいの、僕は。ちょっと、マジで頼むよ。たぬき、頼むよ。23からは上がってるよね。ちょっと僕、これ上がって200ぐらいいってると予想してるんですけど。おつかなた、待って、おつかなたじゃない。ジューサーとかがあるね、なんか。ジュースがあるね。さあ、これ午前中にさ、見たときに、これをさ、買おうかと思ったんだよ。トイレセットみたいなの。でもやめておいたんだよね。お金を箸に使いたくて。トイレ掃除セット。ちょっと待って。買うか。トイレ掃除セットをさ、買うか。ね。引き伸ばしじゃない。トイレ掃除セットはこっちが、違う。午前中に一人で、これ、午前中にこれ見た時にも欲しいと思ったわけよ。だから、これを買っとくわ。そうだ、持ち物いっぱいだった。そうだった。あー、じゃあちょっと、ことあるんですけど、尺稼ぎじゃない。ちょっとマジで模様替えするからね。